おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ605です。はい、今回ご紹介するのはですね、前回ご紹介したのがこちら R3 です。SRX バリアブルボックスだったかな、そちらの中に入っている R3 をご紹介しました。で、一応今回はですね、こちらの R3 と、付属のパーツを組み合わせて、R3 パワードというやつを作っていきたいと思います。はい、で、その R3 パワードに使うパーツですねというのもあるんで、ちょっとね出したいと思います。まずこちらが R3 で使う R3 パワードのパーツが、まずこれドーンっていうね、こうでっかいやつね。それとこういうねパーツとこういうパーツ、そしてさらに、このね首のジョイントパーツと、あと今まあ、こうで手で持ってね、このグリップパーツは別に使う、こういうねもう一個あるグリップパーツ、これを用意します。はい、で、まずね、後ろになる部分のこの2つ、これを変形させなきゃいけないので、まずねちょっと1個ずつ出して、出すがねやっていきたいと思います。で、ちょっとね R3 は邪魔なんで避けちゃいまして、こちらのパーツ、これをいきたいと思います。まずこちらをまず下に引っこ抜きますよと。はい、してさらにここにあるねもう1個、これ関節っていうかね、これ動くんですよ。このブロックも使わないんで、これも外しちゃいます。そしてこちらのここですね、この辺かな、こっちかな、この辺のねパーツを下に引っこ抜いて動かすよと。こういう感じかな、要はここにピンが1個ずつ止まってるんで、これで固定してるんですね。これを若干下の方に抜いて外側に広げてあげる、こういう状態ですね。ここでロックされてたやつをこうガバーッと開いて、ここでこっち方向ですね、奥側にひねってあげると、ひねるというかね奥に曲げてあげると。そうしてこう見るみたいなんですね、こう向きますよと。で、これができたらつま先のパーツ、本当は先になんか畳むみたいなんですけどね、こういう感じで倒してあげるよと。こうしたらですね、ここのパーツを前向きっていうかね、こういう風にして、さらにここの蓋も畳んじゃう。で、ここの裏にあるところの蓋をね、これをオープンして、中にあるこの板状のパーツを起こすと。はい。一番最後まで起こしちゃう、切っちゃうって感じですね。そしたら、いやいや、ジョイント用のこのパーツが必要になりまして、これを下から入れて、この、ね、内側に穴あるんで、ここに入るように力入れて、差し込んであげると。はい、すごい力入れますね。一応こんな感じ。ここで、まあ、ある意味接続はこれで完了となります。で、一応反対側ですね、もう反対側も作んなきゃいけないので、反対ですね、こっち側の方のやつもちょっと準備して、こっち側にねつけちゃいたいと思います。はい、つけたのがこういう状態で、今この状態でつけてあげると安定感があるのがここしかなくて、後ろの部分がこうやって簡単にずれちゃう。なので、フットパーツってやつですね、フットパーツというこういう形状のやつ、まあここにあの R3 の足が乗るんですけど、これをここの部分に、取り付けてあげると。で、この蓋を起こしたやつのこちらの蓋ね、先ほど閉め忘れてますけど、こちらちゃんと蓋閉めると。そしてこのね見えていた穴の部分にこいつを刺すんですけど、はい、このように取り付けました。これによって、まあ、安定感が増したよという状態になります。で、これができたらですね、ここの接続部分のここにある2つの穴です、ピンですね、こちらの部分に、バラした両足、まあ足って言っちゃったんですけどね、ここからね外した両方のやつ、これを、内側にこうやって折り曲げますと。はい、こうやって感じ、これも同じような感じで折り曲げちゃうやつ。で、これができたらここのね出てるやつのところに、向きとしてはこれでいいんですね。こうなんですけど、今のところこのまんまだとこうやってで、ね、当たっちゃうんで、こいつをもっと下げますと、下にこうやってね、こうやって下げれるんで、こう下げて広げたところにこいつをこう刺してあげるよと。はい、で反対も同じようにね、これ反対の同じように刺してあげる、こんな感じ。だからこうやってちょっと下に広がってるような形状になるのかな。で、これができたら、あんまり広げすぎない方がいいかな、まあつけたらまあ戻すような感じでにしてあげればいいのかな。で、これができたらこのね青い部分、これをこうやって
こうやってこうやってこうやってね展開できるんで、これ展開してあげると。はい、これで R3 パワードのパーツとしては完成ですね。でこの状態で置いちゃうと、このやつが閉じたりね、両サイドのこの辺がね床に擦れちゃって、まあ置いてもねこんな形で、ね、不格好になっちゃうんで、付属の専用ベース、こちらですね、こちらの方につけたいと思います。でこちらの方に支柱パーツが全部で4つですね、4つあるんで、これを、配置したいと思います。はい、ベースを配置して、乗っけたのがこういう状態になります。で一応ねこう後ろをちょっと見せると、この足のステップ、これね、上下逆さにちょっとつけてたんで元の状態にはまるように直しました。であとねこの膝の開いた部分っていうかね、ここの部分にはしっかりはまるっていうか、まあ、若干乗っけてる感がある感じですね。しっかりスポットは入らないような、なんか奥までしっかり入ってないような感はありますけど、一応こんな感じで、はい、乗っけることができます。一応これで基本的には完了ですね。はい、であとこちらの方にあと乗せていくような形になりますんで、次 R3 ですね、 R3 本体の方ちょっと準備したいと思います。はい、こちら R3 ですね、まずこちらの R3 をこちらのベースからちょっと外しますと。でこちらの外した R3 の方からまず手首を取っちゃって、はい、でここのストライクシールド、これを2つとも取っちゃいます。で背中のウィングっていうかでバックパックを真ん中に寄せて、ね、この足もまっすぐ伸ばしちゃいます。で若干肘を曲げて前面側にこうなるような感じかな。そして首を取ります。で頭部っていうかね、まず首頭部取って、一緒に抜ければよかったんですけどね、抜けなかったんで、こちらの首ジョイントをボディから引っこ抜きます。はい、外れたのがこちらで、これの代わりに別な首ですね、これをここにセッティングして頭部をつけると。はい、こうすることによって通常の首よりも、もうちょっとこう上に向ける感じ、こういう感じですね、上向いてますね、こういう状態にすると。でこれができたら、こちらのビームランチャーから今ついてるグリップを取っちゃって、もう一個、手首ですね、これでグリップを持った状態で手首があるんで、こちらをセンターって書いてますね、こちらのちょうど真ん中ですね、真ん中のところに、手首というかね、このグリップの方を、ここにこうやって取り付けて、でこれを R3 に持たせると。はい、持たせたのがこういう状態で、これができたら今度ここにこのストライクシールドを戻すんですけど、これを、箱から出した状態ですね、2111でさらにこれがくっついてる、この状態、こういう状態にしなきゃいけないんで、やらなきゃいけないですけど、まずねここの中央の部分のピンは変えちゃいけないんで、この左右の部分での差し替えですね、それによって変えなきゃいけないよという感じになってます。だから、今使ってないこれピンなしのやつなんですけど、これをピンありのこっちに一回変更して、こういう状態ですね、こういう風な状態、ちょっと段、これは多分ね個体差の問題だと思うんですけど、まあこういう風にしますよと。この状態ではダメなんですね、だピンありをここに持ってこなきゃいけないですね。なのでこれを組み替えて、まずピンあり同士をまあ接続しますと。はい、これが1、1だったら1、こう、これをね、ここにもう1本つけなきゃいけないですね。だから、こいつは今、ピン、これがね、説明書の方には書いてあるんですけど、それの順番通りにするのがね、なかなかね、難しいんですよね。これが一番大外になんなきゃいけないですね。これ、穴なしなんで。そして、ピンあり穴なしで、こいつとこいつだ。でまた反対側も同じような感覚で作んなきゃいけないんですよという感じでね、これがこうだからこういって最後にこういってやる、こういうことだ。でこれができたらバックパックのところに、このねストライクシールドを差し込みますと。はい、でこうつけてあげることによって、ここのね接続部分もあるんで、簡単に開かない状態になりますね。であとこちらをこのね作り上げたパワードパーツのところにつけるよと。でここのところが蓋実はこうやってね開きまして、
ここを開けることによってここの部分にあの R3 を、まあ、ボディに乗っける感じ。したあとこれを差し込んで、してこのね中央に立ってるこいつのところにこのビームランチャーってね、こちらの方を、まあ、乗せてとりあえず支えるよと。そしたあと後ろの方に差し込んで、このステップのところに足がつくような感じで、まあ、配置してあげようと。はい、一応乗せたのがこういう状態になります。まあ、こうやってぐるーっと見て、これが一番でかいんですよね。あの R1、2、3の中で一番でかい状態がこの R2、R3 パワード。まあ、これがねでかいだけでね、本体はそんなに大きくないんですけどね。一応こんな感じです。で、武装としてはこのビームランチャーとストライクシールドがそのまま、兵装として使えるような感じ。あとはもう普通に手がそのね、あの R3 の手が生きてるんで、あとこの状態でサーベル持たせたりとかすることもできます。ただしこのね、あのモデルとしてはね、基本的にここのねビームランチャーで支えてるようなもんなんで、まあこれでほとんど固定で飾るような形にはなっちゃうのかなと思います。はい、ということで一応今回、R3 パワードの組み立てっていうかね、変形の方をご紹介していきました。はい、で次回は、こちらの R3 パワードで組んだこのパーツとか、 R2 パワードで使った、ハイゾロランチャーとかね、あと R1、 そちらの方を、一旦ねまたバラしたりして、今度 SRX っていう3体合体の状態ですね、そちらの方を組んでいきたいと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。